リルキム。はい、メッチチャンネルです。メッチシュプリーム 2022SS ウィーク8で購入した商品が届きましたんで、今から見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前にチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。では開けていきますね。これまあまあこっからっていうのはあれやね、ステッカー問題。ステッカーが何入ってるかが気になんねんな。これ気になる。これちょっと待ってや。よいしょ。これなドキドキするわ。俺ミンでやるで。いきますよ、いきますよ。こうもう見てへん、見てへん、見てへん。上向いてる。いきますね。あれこれなんや、これなんや、これ。ドンと。ドンとコン。ドンとコン来たな、これ。これ。これやっぱステッカーええよな、これ。これ。あれこうやったら、シュプリーム見えるんやろ、これ。あ、うっすら見えてるんか、これ。ちょ、調子悪いの、これ。あれ、ちょっと待ってよ。あ、こう、出るな、これ。わかりづらいかな。ああ、こう、うっすらシュプリームってなってますね、これ。で、裏面が、これですね。で、もう一点ですね。ドンと。お、来ましたね、これ。リルキムさんかな、思ったら、この宇宙人やってけ。これ嬉しいな、これ。これ嬉しいな。ま、これも嬉しい。リルキムさんも嬉しいけど、これも嬉しいね。これ嬉しくです。はい。もうこれ、俺一瞬、ステッカーリルキムさんかな思ったら、これ、T シャツの方やな。あ、逆や。これな。こちらの方、見ていきたいと思いますね。めちゃくちゃ楽しみ。はい、来ました。来ましたな、これ。すっごい。これすごいな、これ。はい。これすごい、これ。すっごいな、これ。M 字やな。M 字開脚って感じか、これ。これええな、これ。歯で。これもかわいい。かわいいっすね、これ。おー、全然仕事でガンガン来ていくで、俺。ガンガン来ていったのか。ほんま。ほんで、これ、バックプリントやな。バックプリントもあんねんな、これ。はい。こんな感じ。こんな感じ。バックプリントもめちゃくちゃ嬉しいな。俺、バックプリントあった方がすごいいいなっていつも思う。正面だけより、後ろもあった方がすっごいいい。これめちゃくちゃいいな、これ。で、これもちろん、コットン 100% ですね。メイドイン USA。メイドイン USA になってますね。これも、インパクト大で、早く来たいって感じですかね。着丈ですね。着丈の方が約70になっております。身幅ですね。身幅の方が約 48.5 になってますね。袖丈ですね。袖丈の方が約23になっております。肩幅ですね。肩幅の方が約43になっております。はい、メチです。はい、メチです。身長164センチの47キロです。どうかな、これ。リルキムさん、どうかな。なんか、ちょっと、セクシャルかな。俺なんか別になんとも思わんねんけど、思った方がいいかな、これ。そんな気になるよな、これ。なるよな、ちょっと。もう、後ろな、この、後ろこんな感じ。どう後ろ見えへんかわからんねんけど、でもこうやって普通に歩いてたら何も思うよな、これ思うよな、ちょっとな、ちょっとこう隠した方がいいかな、これ。
思うよな、これな、ちょっとな。でも、まあまあ、普通に、まあ出勤するで、これで。うん。思うよな、これな。ちょっとあかんかな、これ。ちょっとこう、モザイクこう入れた方がいいかな。思うよな、これな。まあまあまあ、大丈夫や、大丈夫や、これ。うん、まあまあ、そんな感じでも、これ普通に、行きたいな、これ。女子受けもええかな、これ。あかんよな、これ。多分あかんよな、これ。ちょ、こう、隠しとこうかな、こうやって。俺は結構、好きやで、こう、やっぱこの、アーティスト的な、なんかこういうフォトティーで好きいいよな。俺今回このバックプリントもいいし、フォトティーですごい好き、俺。もう一回りぐらいでかくてもいいぐらいもん、俺。もう全面ガーってかくてもいいぐらいもん、俺。かわいいやん、これ。うん、これも全然俺もうバシバシ、俺。バシバシ、俺もう出勤行くで、これ。出勤して、こう。ガンガン、威嚇するで、こうやって。どうや、どうやって。どうやさ、どうやさって行くよ、もう。それぐらいテンション上がっている素敵なフォトティーに出会ったメッチでございました。な感じで、この、リルキムさんの T シャツ、見ていきました。どうかな、これ。俺は可愛い。うん、インパクト大やけどな。大と書いてほんますごくいい。大と書いてマサル的な感じで、大がすごくいい、これ。もっと大きくてもいいわ、俺。もっと大きくてもいいわ。ほんま、ぶっちゃけな。もっと大きくてもいいわ。いいねんけど、もう、これも全然可愛い。で、今回着た感じなんかちっこい気がした、なんか。お太ったんかな、なんか。なんか結構締まりも良くて、なんかな。なんかちっちゃく感じて。もう最近筋トレしてるからかな。なんかちょっとちっこく感じた。で、今回スプリングティーめちゃくちゃいいやつ多かったよね、これ。多かったから俺悩んだもん、これ。これも悩んだもん、これ。これ可愛かったやん。俺めっちゃ悩んだ。他もめっちゃいいのあったよ、いっぱいな。で、これな。これは無理やった。で、これ欲しかった。これもちょっと悩んだ。他も良かった。すっごい悩み倒したな、ほんま。で、やっぱフォトティーはな、やっぱな、欲しくなんねんな、これ。これ欲しくなんねんな、これ。だからこれもゲットできて良かったな、と思ってる。無事ゲットできてな。よく言えば、ほんま、マネーさえあれば、もう、今回のほんまスプリングで全部欲しい思ったもん、ほんまにな。特に、まあ、これ多かったけど、これもちょっと悩んだもん、まあ。いやー、やっぱ T シャツ最高やな、これ。T シャツは最高。もう何枚も、山ほどあんねんけど、T シャツ、山ほどあんねんけど、やっぱ T シャツはやっぱ買っちゃうわ、これ。T シャツ我慢できへん、まあ。しかもこれ、バックプリントもありやんか、これ。すごくいいね、これ。ここあんねんな、これ。めっちゃいいねや、なんか。今、バックプリントもついててほしい派やからね。俺どっちか言ったら前だけじゃなくて、バックプリントもついててほしい派やから。すごく興奮した、メッチでございました。めっちゃでした。はい。チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。めちゃくちゃテンション上がってんでー。でいい。めちゃでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。